これは少女16年じゃないですから、少女6年ぐらいやったと思うんですけど、お次合格 合格じゃないよ、お師匠。いや、もう看護師だと小さいからね、1メートル55しかないから、身長は。だから、どうして通らとくと分かってたしよ。文官ですけどね、あいつが言って、頭悪い方じゃないから、しっかり、国のため、家のため頑張ってくれと、励ましの言葉を受けたんですけどね。それからね、戦がだんだん勃発して激しくなってきたから、学校にですね、中等生で入ったことですよ。5名ぐらいね。この中等生と兵隊は、学校に一部屋借りて寝起きしてるんだけど、もう何してるか僕は分からないんだけど、合法っていうようなことをやってたんでしょうね。6月23日に産むのが、ね、その前から、それに合の上では合占領されたんですよ。神様頭、に。ちょっとの当たりで、たすぐ、うと、パン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 、多様な鉄砲になるんですからね。結構、郷は、今夜の郷の入り口は占領されたの。このままだったら、これはもう、郷はどうにもならない。それは、入り口はボンボンやるもんだから、入り口でボンと爆発が来そうすると同時に出てくるんですね。白旗持って3、4名、決死隊みたいに出ていたわけで。そうしたら、うちの兵隊がおりますからね、兵隊が言うんですよ。貴様らは出て行ってしまったら、ここの軍が俺を真っ黒するんだからね。出て行くんだったら、うちの方撃ってやろうと。撃ってやろうと言うんですよ。あっ、今日ない。全面やめてかけおるし、ここから、よくよく打たれたんで、こっちはもう大変ですからね。てか、いや、うちらは全部ぶち壊して、出てこいという問題、その場に出てくるんだから、別にここのうちを打ち壊し、秘密は爆発せねえから、後ろから打たれてくれと。軍に頼ん、友軍に頼んで、で、前の方、アメリカまで向かって出てくるから、爆破で仕掛けしへんやん、打って、出て行ってきたわけですよ。で、フォローになる前に僕らは、もし向こうが僕らやるんだったらですね、自決しようと思って、ポケットね、やパンツの紐に白菜のひあれを下げてですね、下げてから股に、方の方に白菜を挟んですよ。それで出てきたんですからね。それでですね、こっからこれ、一応、米軍 MP 交えて、尋問があったんですよ。僕は警察官なんだけどね。で、僕の場合は、出て行ってから、生年月日、住所を訴えて、後から、君は、今度、戦、どう思うかと。アメリカ勝ってるか、日本勝ってるかと言うんですね。いや、もう日本負けましたと。で、どういうか、アメリカに忠誠誓う意思があるかというんですよ。僕は検出官ですからね、検出官は住民の保護するのがものに無駄だと。住民の保護のためにはどんなことでもすると、しかしアメリカに誓うことは言いません。住民の保護のためにはどんなことでもしますと。パコンだけ言ったんですよ。うちらは核合におった当時の話ですよ。先生してかけた場合には、この補充はこの合から通ってきてる若い者、出身地生年月日を終わりしてから前に出ろと出てきてから、7、8名前に出してから、それでこの母体は7人分隊の補充兵といて、招集するからですよ。招集といったら、普通、招集令状を持ってやるべきなんだけど、その場で交通でもって、招集するかというんですよ。全く、無茶ですね。
兵器の方なんかもなれ、僕あれは昔はあの赤で赤髪とって召集で言おうもって赤髪でもって召集しよった役場の理由村長中に出たんだけど、あうちで家族と目あの若々しい平凡なんですよ。すぐ連れて行ってそのままあっちの舞台に入れてるんですよ。こんなこと許せれますか本当に。連れて行ってやったらその翌日か翌々日か誰はどこどこで返事したって言うんだよ。そして飛行砲を口でですよ。ああ、この残った家族はどんな気持ちか。